さあでは続きいきますよ。3週目福沢聞いたんで、ラストは風間にしますので、まああとは誰でもいいんですけど、2話目に喋ったやつをずらしたいので、1回目覚えてね。1回目荒いでしょ。2回目は誰やったっけな、まあ、絶対違うっていうやつから、確信持ってるやつからいこうか。岩下でいきますね。岩下と進藤は違う、絶対に進藤で行こうか。進藤で行きましょうか。 OK、 進藤2番手は初めてのはずだから、前回はどっかのタイミングやけど岩下進藤3、4みたいな感じで行ったと思うんで、そうや、ここ逆で行こう。じゃあ進藤で行きます。はい、俺が2話目か。よし、それじゃ話すとするか。俺の名前は進藤誠、よろしくな。もう3回目ですわ、よろしくお願いします。ところでお前は飴玉ばあさんの話を知ってるか。何それ、すごい気になる。黒飴でしょ、多分か塩飴でしょ、くれはるね。うわー、不審、めちゃくちゃ不審。何これ、あ、これあったね、画像。ほら、あのカゴや。青い、あれ、雨やったんや。あったあった。あの、ほら、2回目の時のエンディングで、ほら、ありましたよね。これ、花かなとか言ってたやつ。飴玉おばあさんっていうのは、昔よく生徒通用門の前で立ってたおばあさんのことでな。いや、もう、うさんくさすぎるというか、安っぽすぎんねん。凍ってきた布そのまんま巻いてるし、あのお尻のあたり、腰のあたり見てください。折りじわががっつりついてる縦に。もうちょっとこだわってよ。折りじわきっちりついてるわ。毎日あれ着るとき、着る前にごっつちゃんと綺麗に畳んであったわ。5、6年前までいたんや。うん、飴玉を配ってんね、これ結構有名だったんだってよ。俺も先輩から聞いた話だからな、実際に見たわけじゃない。先生とかはまだみんな知ってるんじゃないか。その飴玉ばあさんってのはよ、まるでほうきにまたがった魔法使いのようないでたちだったんだ。まあ確かに真っ赤なフード付きのローブを夏でも冬でもかぶっててな。あれフード付きのローブの手なんや、布やけどな。ただの大きなわし鼻には豆のように巨大なイボがついてるんだ。あ、ほんまに魔女や。顎は三日月のようにとんがってて、顔中シワだらけ。ほんまに魔女や、これ。イメージのまんまの魔女や。ねるねるねるね配ってたんちゃう、ほな。笑うと歯がほとんどない口に、異常に長くて赤い舌が見え隠れするそうだ。めっちゃ怖いやん。片手にはゴツゴツした木の杖をついていて、もう片手には大きなバスケットを下げている。な、童話に出てくる魔法使いのばあさんのようだろう。まんまや。コスプレやんね。けどな、そのばあさん見かけは怖いけれど優しいんだと。門の前に立ってて、気に入った子や寂しそうな一人ぼっちの子を見つけると近寄ってくんだ。うん、俺来た。そして骸骨のような皮と骨だけの手に下げたボロボロの薄汚れたバスケットいっぱいに詰まった飴玉を一つあげるんだよ。ほら、それで飴玉ばあさんというあだ名がついたんだ。もうちょっと違うあだ名つけたれや。いや、飴配ることもすごいけど、それ以上に言うことあるやろ、もうちょっと。その飴がめちゃくちゃうまいんだってよ。え、味の話？飴の味の話なん？ゴルフボールほどの大きさででかいな。頬張ったら口いっぱいに広がる大きな飴玉なんだけど、そのうまいことと言ったら、口中とろけてしまうというか、時間を忘れてしまうというか、甘すぎもせず、かといって物足りなくもない。絶妙なんや。でも小学生にゴルフボール加えさせんのは危ないぞ。窒息するからな。適度に調和されたうまさのハーモニー、考えただけでよだれが出てきそうだな。いや、俺も食ったわけじゃないんだけどな。あくまで噂なんだけど、うまそうだろ。いやな、まあまあ、そんなむちゃくちゃ感動するような飴玉なんて食べたことないですからね。お前も食ってみたいと思うか。いや、まあまあ食べてみたいですね。そうだろそうだろ、その気持ちすごくわかるぜ。俺は甘いものが好きってほどじゃないが、うまいもんなら話は別だ。でもな、商品名も何も書いていないヨレヨレのビニールに包まれた飴だから、初めは嫌がるやつの方が多かった。せっかくもらっても捨てちまうやつがほとんどだった。そうなんや。だってそりゃそうだよな、気味の悪いばあさんにわけのわからない飴をもらうんだ。まあ確かに怖すぎる。
材料だって何を使ってるかわからないし、もしかしたら毒かもしれない。絶対食べたらあかんやつやもんね。普通捨てる。うん。てかまあ、もらわないですよね。それでも物好きがいるもんでな、食べたやつがいるわけよ。もっとも噂じゃ、あの飴を初めて食べたやつはものすごいいじめられっ子でずっと自殺を考えていたんだってよ。ほう。それで毒でもいいと思って死ぬ気でその飴を食べた。またすごいシチュエーションやな。そしたらどうだ、その飴のうまいことうまいこと、まるでこの世のものとは思えぬうまさ。うん、この世にこんなうまいものがあったのかってなもんだ。飴ごときにむちゃくちゃ食べてみたいわ。それで生きる勇気が湧いてきた。飴食べただけで。それからいじめられても抵抗するようになり、その上見違えるほど明るいやつになっちまったんだ、飴のおかげで。それで高校卒業すると調理学校に入り、今じゃフランスにある四つ星レストランのシェフになったそうな。飴のせいで。すごい飴やこれ。たった一粒の飴が人間の人生変えちまった。まあくまで噂だけどな、噂。いやすごい話やで、ね、惚れた。いやそうも食べなあかんやろそれ。これはもうルーズベルト何やったっけ、もうわからない。幸せの意志と一緒の効果やんこれ。ほんなもうそれ、これ飴、その飴ゴルフボール台のルーズベルトやったんちゃう。ルーリー、わからんけど、そういうなんかほら意志ちゃやったんちゃう。これ飴のおばあさんに会ってみたくなったろ、会いたい。そうかそうか、わかるぞその気持ち。それでな、その飴玉ばあさんなんだけどな、なぜか一度飴をあげた人間の前には、え、なんで一回きりなんや。いや姿を見せない。さっきのやつの話、フランスでシェフやってるやつ、あいつもね、あの飴の味が忘れられなくて飴玉ばあさんを探したんだよ。通用門の前で待っていれば会えるかと思って待ってたんだけど、いつまで経っても現れないんだよな。でもまあまあ来てたんやろ。そのくせそいつがいなくなるとどこかともなく現れて他のやつに飴をあげるんだって。すごいやん、不思議やね。そいつ随分とあちこちを探したらしいけれど結局見つからなかったのさ。飴に GPS 入ってたんや。今通用門のところにいたって噂を聞いて急いで駆けつけてもいなくなってるんだ。まるでそいつから逃げるようにしてさ。それでそいつ諦めて自分で何とかしてあの飴を再現しようとして調理学校に入ったんだってよ。すごい執念だよな。でも結局それに挫折して普通の調理人になったんだってよ。でもそれで正解だよな、フランスでシェフだもんな。すごいよ、まったく飴職人にはならへんかったんや。それからは飴玉ばあさんはちょっとした時の人さ、飴玉ばあさんを待って通用もいつも人だかりができていた。すごいやんアイドルやん、ちょっとしたどっかの芸能人追っかけるようなもんだな。まるでファンクラブでもできそうな勢いだった。みんな飴玉ばあさんの飴を舐めたいためだけだった。たかが飴って言ってしまえばそれまでだけれどな。それでもよ、なぜかたくさん人がいるときは現れないんだよな。それもう、配った人がいる状況ではあかんから、もう飴玉ばあさん現れないんだと思って集まらなくなるとどこからともなく現れんねん。ゴキブリみたいなもんやほんまに。それで寂しそうなやつに飴をあげんねん。でその噂を聞いてまた人が集まるけど現れない。それで人がいなくなると現れる、そして飴を配る。でもな、みんなその飴を欲しがった理由はただうまいだけじゃなかったんだ。もちろんそんなにうまい飴を舐めてみたいと思う単純なやつもいただろうけど、みんなの狙いは飴を舐めた後のその後の人生なんだよ。その飴を舐めたやつはなぜか急に明るくなるんだよな。フランスでシェフになったあいつみたいに妙に自信が湧いてくるというか、何をやっても成功しちまうんだ。すごいのよ。だから勉強の苦手だったやつはいきなり成績が上がり、運動神経のなかったやつは突然スポーツマンに変身してしまう。でこれすごいことよ。人変わったるがな、中身。そしてバラ色の学園生活が待ってるってわけさ。夢のような話だろう。確かに飴玉ばあさんは本物の魔法使いで弱い者の味方なんだって噂がまことしやかにささやかれるようにまでなったのさ。その噂信じるやつも多かったらしいぜ。飴玉ばあさんの飴すごく舐めたいよな。舐めたい、めちゃくちゃ舐めたい。お前は正直なやつだな。そんな魔法のような飴があったら舐めたくないってやつは嘘つきだよな。それでさ、お佐久間昇ってやつがいたんだよ。急にどうしてん、おい長袖やな。なんでちょっと、なんで横向いてんねろ。付き合いベタっていうかわがままなやつでさ、自分の思い通りにならないと気が済まないやつ、自分中心に地球が回ってると思ってるやつだよ。大したやつじゃないんだけどな、嫌なやつだよな。まあもっとも俺も会ったわけじゃないから噂にしか過ぎないんだけどね。ははは。
それでそいつは表面上は興味なさそうな顔してたわけ。お前らバカじゃん、何飴玉一つ騒いでんの、ガキだね、まったく、なんてことを言ってたわけ。はははなるほど、内心はめちゃくちゃ欲しかったんや、魔法の飴玉が。それがみんなには分かってるもんだから、誰も佐久間を相手にしなかったわけ。俺だってそんな天の弱なやつ付き合いたくないもんな。佐久間はいつも学校のそばで飴玉ばあさんを待ってた。やっぱ待ってたんや。でその佐久間が食べたやつが佐久間ドロップってことっていうのさ。ここで俺の話は終わりだ。誰も見つからないようにして、そりゃ辛抱たまらなかったろうよ。雨の日も風の日も、それこそ雪の日も、電柱の物陰に隠れて待ってたんだ。すごいやん、テレビでやってる張り込み中の刑事みたいにさ。そいつそれだけの根性があったんなら刑事になればよかったんだよな。 あんま関係ないけど、佐久間は待った、必死に待ち続けた。それほど飴玉が欲しかったわけだ。今日もダメか、日も完全に落ちまくって、もう学校から帰る生徒もいなくなった。佐久間はまた明日に望みを託し、家に帰ることにしたんだ。出た、お前さん一人かい、やっぱり魔女口調や、帰帰やで。帰ろうとしたら突然後ろから声をかけられたんだ。振り向くと、そこに赤いフードを目深にかぶったおばあさんが立っているじゃないか。来た、アメダマばあさんや。さっきまで誰もいなかったのに煙のように現れたんだ。あ、アメダマばあさん言うてもだ、それは通称やから。佐久間は思わず叫んじまった。ばあさんはガラスを爪で引っかいたような嫌な声で笑ったのさ。いかにもお前さん、私のことを待ってたんじゃろ。自分も辞任してんねや、アメダマばあさんは。佐久間はなんて答えたと思う。そう、待っていた、待ってたんだよばあさん、な、早く飴を送れよ、そのために俺の前に現れたんだろ。思わずひねくれ者の佐久間でも本音が出ちまったんだろうな。ほっほ、せっかちじゃのう、そんなに焦らんでも飴は逃げんよ。うむ、ちょっと見たところお前さんかなりのひねくれ者と見たぞ。かわいそうによっぽど嫌な人生を送ってきたんじゃのう。チクチクいいよな。そんなことを言われて佐久間がムッとしないわけがない。うるせえな、前言撤回だぜ。なんでミス知らずのおめえにそんなこと言われなきゃいけねえんだよ。さっさと消えちまえ。お、言った、ついそう言ってしまった。言った後にいつもしまったと思うんだけど、後の祭りさ、それで失敗ばかりしているんだ。天の弱やからね。そっか、さっきもそう答えたらよかったのかな。いらんみたいなこと言えばよかったのかな。そんなに冷たくしないでおくれよ。私はね、お前さんの前に一度しか現れないんだよ。お、決めてんねや。長い人生の中にたったの一度きりだよ。それを自分から放棄するなんてもったいないと思わないかい。だからそんな風に言わないでおくれよ。ばあさんは、パーさんは、え、林や、あれ、ばあとパーが分かりにくいんですよ。パーさんは上目遣いで佐久間を見た。それで佐久間はどうしたと思う。どうしよう、もうここなんでこの選択めんどくさいな。会いたかったと答えよ。ほうほうほう、正直でよろしい。私は素直な子が好きじゃからの。いや、雨欲しいからさ。ばあさんってよく見ると噂以上に汚ねえんだよな。おい、言うな。目やにが溜まっててさ、歯には思考がびっしりとこびりついていて、焦点の合わない目で見られると思わずゾーッとするんだ。怖っ。だんだん我慢できなくなってきて、思わず、何でもいいから早く飴玉をくれよ、そのために俺の前に現れたんだろって言っちまったんだよな。せっかちな子じゃのう、じゃあ飴玉をあげようかね。でものう、全然くれへん。言い終わらないうちに佐久間は飴玉を奪うようにして走って逃げたのさ。せっかく注意してやろうと思ったのにのう。まあ自分で身をもって体験するとええ、ヒヒヒ。あ、副作用があんねや。あ、まだ家帰ってきた、ほら、黒魔術のやつと同じベッドや。佐久間飛ぶように家に帰ると自分の部屋に鍵をかけた。ドキドキした心臓を落ち着かせるように深呼吸して、飴を包みから出すと一気に口に入れた。うまい、たまんねえよ、この味。しばらく舐め、いつもの癖でガリッと噛み砕いて全部食べてしまったんだ。これ注意、これほら噛み砕いてあかんちゃう、ほら。やっぱり実はさ、ばあさんがあの時言おうとしたのは、この飴を最後まで噛み砕かずに舐めることだったんだ。もし噛み砕こうものなら、その人は味覚がおかしくなり、何を食べても一生その飴玉の味しかしなくなる。うわー、嫌や、この罰ゲームは嫌や。辛抱するということを知らない佐久間にはちょっと無理だったと思うよ。たとえばあさんにそのことを教えてもらっていてもね。いや、教えてもうたら我慢するやろ。ちょっと我慢すれば一生幸せに暮らせたかもしれないのにさ。
それからばったりと飴田のばあさんを見なくなったんだ。また次の学校へ行ってしまったのかもしれない。学校を渡り歩いてる体になってんねや。佐久間というと美味しいもの、新鮮なもの、まずいもの、腐ってるもの、何を食べてもあの飴玉の味がして、とうとう気が変になってしまったよ。いや、それはきついな。だっていくら飴玉がうまいって言ってもみんなその味じゃいくらなんでもね。ついには自分の舌をカッターで切っちまったんだってさ。そして以前飴玉をもらったことがあるやつをトイレに呼び出し、何言ってんねん、お願いだよ、舌を交換してくれよ。旧校舎のこれトイレやな。舌を交換してくれよ、もう飴玉は散々だよ、というなりそいつの舌をつかみ出しカッターでスパッと切っちまったんだぜ。そんなうまいこと切れるか、女も。何してんねん、なんやねん、プチューンって言うてん、なんやねん。佐久間はポケットから自分の腐ってウジの湧いたそれを取り出し、切った舌先に縫い付けてしまったんだ。赤い木綿糸で。もちろん切り取った彼の舌も自分の腐りかけた舌先に縫い付けたさ。そして鏡に向かって舌を出し、これでもうあの飴玉の味を味わわなくていいんだ。あー。生温かい生臭い液体でヌルヌルする舌をペロペロ出しながら廊下を走っていった。廊下の向こうから彼が失踪してくる姿を見てしまった生徒はその場で腰を抜かして動けなくなってしまったんだ。すれ違いざま佐久間に顔をひと舐めされ、なんでやねん。生徒はその後どうなったか覚えていなくてさ、気がついたら保健室のベッドに寝かされていたそうだ。何か様子が変だ。その生徒はベッドから、ベッド、ケージ、な、間違わないように。ゆっくり身を起こすと水を飲みに立ち上がったんだ。水道の蛇口をひねりコップで水を飲もうとした瞬間、思わずコップを落としてしまった。何？目の前の鏡に映った口の中には自分のものじゃない舌が赤い糸で縫い付けられていたんだ。そしてその後ろで佐久間が赤い舌をペロペロ出して笑っていたんだそうだ。そうそう、学校で飴を舐めてると佐久間に舌をすげ替えられてしまうらしいぜ。そんなに飴が舐めてえかって言いながらさ、もし佐久間にこう言われてしまったらどうするか。その時舐めている飴を思いっきり噛み砕くんだ。もしそうしなかったらお前も舌を切られちまうぜ。何この話、何この意味わからん話、ほんまに。うわー、ちょっと久々に意味わからんのきたな、飴玉ばあさんトーク。おもんな今の話、なんやねん。おもんなっていうか、おもんなっていうか、突っ込む気力も起こらないというか、もう途中から何言ってっか分からへんから。帰りたかったんかな、シナリオ書いてる人。すっごい用事やったでしょこれ多分。仕事の後でものすごい急いで書いたわこれ多分。最初の飴玉ばあさんの飴玉この世の何よりもうまいぐらいのとこまでのアイデアはゆっくり時間かけて書いてあったわこれ。途中からなんかこれ用事なんか飲みに行くみたいな用事入ったでこれ。ひどいな飴玉。 OK、 まあまあ次行きましょう。